おはようございます。マサルです。今回はクロスサイトスクリプティングについて一緒に勉強していきます。クロスサイトスクリプティング、 IT パスポートのセキュリティを勉強していてよく見る言葉なんですが、いまいちよくわからないですよね。今日はできるだけわかりやすく皆さんにクロスサイトスクリプティングのお話をしていきたいと思います。それでは早速今回の問題にチャレンジしてみてください。今回の問題はこちらです。IT パスポート平成27年春の問い84です。クロスサイトスクリプティングに関する記述として適切なものはどれか、あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。少し考えてみてください。ゆっくり考えてみたい方はここで動画をストップして考えてみてくださいね。それでは正解の発表です。正解はあ、ウェブサイトの運営者が意図しないスクリプトを含むデータであっても利用者のブラウザに送ってしまう脆弱性を利用する、こちらが正解です。それでは解説していきます。クロスサイトスクリプティングはウェブブラウザで悪意のあるスクリプトを実行させる攻撃の一つです。ウェブブラウザというのはインターネットを使ってウェブサイトを見るために使うソフトウェアのことですね。 Google、Chrome とか Microsoft Edge が該当します。これらのウェブブラウザはウェブサイトを単純に表示できるだけのものではなくて、スクリプトと言われるものを使ってユーザーがより便利に利用できるようにする機能があります。スクリプトを正しく使えばとても便利なんですが、その便利なスクリプトの機能が悪用されてしまう場合があります。その一例がクロスサイトスクリプティングです。こちらに図がありますが、いきなり説明してもイメージが湧きにくいと思うので、実際にクロスサイトスクリプティングがどのような攻撃なのかをご覧ください。それではアップゴートという IPA が公開している脆弱性体験学習ツールを使ってクロスサイトスクリプティングを見ていきましょう。クロスサイトスクリプティングを使ってどのような攻撃が起こるのか体感してみてください。皆さんは掲示板サイトを見ています。掲示板サイトは誰でも投稿することができるオープンな掲示板です。この掲示板の情報を見ていくと気になる書き込みがありました。 IT パスポート最短合格できました。このサイト分かりやすいので共有しますね。このような書き込みをワルオさんが書いてくれています。 IT パスポート最短合格、少し気になりますよね。ではこちらのリンクをクリックしてみましょう。するとこのようなメッセージが出てきてしまいました。ご契約ありがとうございます。キャンセルはこちらまで。電話番号が書いていますね。このようなメッセージが出てくると驚いてこの連絡先に連絡してしまうかもしれません。クロスサイトスクリプティングが行われるとこのような意図しないメッセージを表示させることができたり、ウェブサイトの情報を書き換えたりすることができます。とても怖いですよね。では掲示板のリンクにどのような情報が書かれていたのか少し見てみましょう。掲示板にどのようなリンクが貼られていたかというと、このようなリンクが貼られていました。このウェブサイトに行ってこういうスクリプトを実行してください、このようなリンクの中身になっていました。ここをよく見るとスクリプトという表示がありますね。これがクロスサイトスクリプティングのいわゆるスクリプトの部分です。このスクリプトではここに書いているような文字列を表示してくださいというスクリプトになっています。このスクリプトを悪用することによって攻撃者はクロスサイトスクリプティングを行います。では実演を見ていただいた後にこちらの図を見ていきましょう。ユーザーは掲示板サイトを見ている時に攻撃者が仕掛けた罠リンクをクリックしてしまいます。すると攻撃者が指定したウェブサイトに移動させられて悪意のあるスクリプトを実行してしまいます。その結果ユーザーに偽の情報が表示されたり、スクリプトによってはユーザーの大切な情報をインターネットに流出させられてしまう場合もあります。クロスサイトスクリプティング、とっても怖いですよね。それでは次にクロスサイトスクリプティングによって引き起こされた実際の事件についてもお話ししておきます。その事件の名前は YouTube 不正アクセス事件です。2010年7月に YouTube を狙ったクロスサイトスクリプティング攻撃が発生しました。その結果ショッキングなデマの情報が表示されたり、コメントが表示されなくなるなどの影響が出たそうです。具体的には YouTube にアクセスするといきなり有名歌手の何々さんが亡くなりましたみたいなデマが表示されたらしいです。
YouTube という身近なサービスでもクロスサイトスクリプティングによる被害が起こったことがあります。皆さんがもしウェブサイトを作るときにはクロスサイトスクリプティングの被害に遭わないように注意しなくてはなりません。それでは最後に復習して終わりにしましょう。今回はこちらの問題に挑戦してもらいました。クロスサイトスクリプティングに関する記述として適切なものはどれか。正解はあ、ウェブサイトの運営者が意図しないスクリプトを含むデータであっても利用者のブラウザに送ってしまう脆弱性を利用する。こちらが正解です。クロスサイトスクリプティングについてなんとなく理解するのではなく、より具体的にイメージできるようになったのではないでしょうか。あとは間違い選択肢も少しだけ見ておきましょう。い、ウェブページの入力項目に OS の操作コマンドを埋め込んでウェブサーバーに送信し、サーバーを不正に操作する。これは OS コマンドインジェクション攻撃の説明です。 OS というのは Windows とか Mac とかの OS のことですね。 OS には OS で操作するためのコマンドが用意されています。その OS コマンドを悪用する攻撃のことを OS コマンドインジェクションと言います。 U は複数のウェブサイトに対してログイン ID とパスワードを同じものに設定するという利用者の習性を悪用する。これはパスワードリスト攻撃の説明です。パスワードリスト攻撃というのは不正アクセスをするための攻撃です。例えば私が攻撃者で動画を見てくださっているあなたの YouTube のログイン ID とパスワードを盗んだとします。私は YouTube 以外もあなたは同じログイン ID とパスワードを使っていると推測して Amazon に対して盗んだあなたのログイン ID とパスワードを入力してみてログインできるかを試します。これがパスワードリスト攻撃です。最後は E、 利用者に有用なソフトウェアと見せかけて悪意のあるソフトウェアをインストールさせ利用者のコンピューターに侵入する。これはトロイの木馬についての説明です。トロイの木馬はユーザーが意図しない動作をするマルウェアの一つです。トロイの木馬の例として、役に立ちそうなソフトウェアをダウンロードしたらそれがトロイの木馬で、インターネットバンキングにアクセスしようとした時にトロイの木馬がアカウントの情報を盗んだりすることがあります。トロイの木馬のポイントは、一見すると役に立つソフトウェアに見せることで利用者のコンピューターに侵入するというところが特徴です。余裕がある方は間違い選択肢も覚えておきましょう。以上、今回はクロスサイトスクリプティングについて一緒に勉強しました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。